鳥の見どころ、鳥見どころ。出雲地方、日井川の下流域で誕生するとどんな感じでしょうか、という動画です。山陰地方の冬の朝はかなり暗いです。マガモがお目覚め、河川内の池で寝ているようです。多分灰色中飛のメスですね。マガンです。朝はねぐらから餌場に移動します。大きな河川では下流域の中州をねぐらにすることは多いです。餌場の農地まですぐ近くですね。カラスと猛禽の喧嘩です。猛禽の種類は何でしょうか。背が高い吉原と広い荒れ地が好きな中飛です。カラスよりはっきりと大きいのがわかりますね。弱い鳥が集団で強い鳥を追い立てるのをモビングと言ったりします。ヒシクイが泣きながら飛んでいるのを写真に撮ると、ちゃんと口を開けて舌まで見えてますね。白鳥の幼鳥はグレーが入ってますね。これは蝶幻豹の一種です。これだけではリスには見えませんが、あ、これです。リスでしょう。鏡見てごらん。もう少し見たかったのですが、カラスに追われてしまいました。灰色中飛のメスですね。オスを探しに来たのですが、見つけられません。あ、オスの色はこんな感じです。でもこれはかなり大きい。そうです、アオサギですね。遠くを飛ぶヘラサギに気づく方法はあるでしょうか。太めの首を伸ばしていますね。一般のサギは首を S 字に畳むことがほとんどです。何か飛んできました。なんだろう、鷹っぽいですね。ということで続きは次にご紹介しようと思います。今見た鷹、中飛類、ノスリとカラス、ヒシクイやカリガネかなと思ったけどわからないものなどです。これね、草のつるに止まっているんです。
それくらい小さくて軽いということですね。